バイキングジョーです。はい、ということで今回はマクドナルドハッピーセットからこちら、チキンマックナゲットじゃなくて、マックフライポテト、美味しい、じゃなくて、これはファンタメロンじゃなくて、こちらハッピーセット、新幹線変形ロボシンカリオンチェンジザワールド第1弾を紹介していきたいと思います。はい、ということで改めまして今回はこちら、ハッピーセットシンカリオンチェンジザワールド第1弾を紹介していきたいと思います。でね、最初に期間の方を確認しておきましょう。ハッピーセットシンカリオンチェンジザワールド第1弾が5月17日金曜日から5月23日木曜日まで、で第2弾がね5月24日金曜日から5月30日木曜日まで、で5月31日金曜日から第3弾っていう形で、まあその中からね今回は第1弾を紹介する形になるんだけど、第1弾第2弾ともに各3種類ずつです、で第3弾からはね全種類登場するということで、まあ第1弾全3種類だから3セットのみ購入してきてみました。だからねまだジョーはコンプリートできるのかわからない状態です。袋を触ったりしてね、形を確かめたりとかもしてません。さらにハッピーセットといえば、はい、袋裏面のこの部分、この番号をね、検索すると何が入っているのか分かったりするんだけど、それもあえて検索していません。だからね、魔女がコンプリートできるのかっていうところにも注目しながら動画の方を見ていただきたいんですが、じゃあね、もう早速開封していきます。もう手に持ってるこれからにしようかな。番号の方が CBI0123 ということで、一袋目 CBI0123 から開封していきましょう。はい、っていうことで一袋目から登場したのはシンカリオン E5 ハヤブサトレーラーフォーム。ってことでね、早速 E5 で遊んでいこうと思ったんだけど、先に注意事項です。シールがめちゃくちゃ多い。全部でね40枚でした。しかも結構細かいやつばかり。お店でねシールを貼ることはおすすめしないかな。ピンセットはあった方がいいと思う。まあそんな感じで遊び方です。まずね、もう早速合体になってくるんだけど、まあ上半身部分と下半身部分をね、合わせていくと、あっという間にシンカリオンモードの完成です。で、シンカリオンモードの状態でできることといえば、そう、これね、まあ、普通のチェンジザワールドシリーズのおもちゃと同じように、頭の部分と腕の部分だね、こんな感じに動かすことができます。第1弾の目玉はビークル合体になってくるんだけど、それ以外もね楽しめる要素があるんだね。まあ、そんな感じでビークル合体です。これはエルダトレーラーだね。まあ腕の部分足の部分、まあ両方共通なんだけど、被せるような形でこんな感じにパーツをはめ込んでいきます。よし、これでシンカリオン E5 ハヤブサトレーラーフォームの完成。やっぱ小さくてもかっこいいね。で可動箇所は変わらずっていうところでね、まあ、頭の部分だったり腕の部分を動かして遊ぶことができるんだけど、まあ、さらにっていうところで他のねハッピーセットシンカリオンのおもちゃとも、連動して遊ぶことができるみたいです。大きさもね結構あるし、これすごいよね。はい、そんな感じで一袋目から登場してくれたのはシンカリオン E5 ハヤブサトレーラーフォームでした。さあ続いて2袋目、まあ、今回はね3種類だけだからいける気もしてるんだけど、どうでしょうか。番号の方は CBI1234。 よし、
ダブってないっていうことで CBI1234 2袋目開封していきましょう。はい、ということで2袋目から登場したのはシンカリオン E6 コマチトップリフターフォーム。これもね、シールめちゃくちゃ多かったです。全部で42枚、やばいね。結構ね、撮影の方時間かかったんですが、はい、遊び方です。これはね、共通になってくるんだけど、足の部分と上半身部分だね。これをグッとね、はめ込むように取り付けると、これで E6 コマチの完成です。シンカリオンモードだね。で、遊び方。可動箇所の方は、これもね、また共通になってくるんだけど、頭の部分。そして腕の部分だね。ね、こんな感じに動かすことができます。はい。そしてですよ。ビークル合体っていうことで、エルダトップリフターとビークル合体していきましょう。で、合体方法の方は、何度も言うようにですが、これも共通になります。パーツをね、はめ込むような形で取り付けていきます。ツイストロックバスターと、あと高機動ローラーだね。ここが、再現されているような形で、E5 もなかったんだけどね、金定眼とかは、付属してないみたいです。もうそこまであったらね、ハッピーセットのおまけを通り越しちゃう、クオリティになってくるんだけどさ。そんな感じで、エルダトップリフター。ね、これ他のシンカリオンともビークル合体できるということなので、せっかくだからやっていきましょう。じゃあまずは、エルダトレーラーと E6 コマチの組み合わせからにしようかな。合体方法はね、これは同じです。パーツをはめ込むだけ。いいね。じゃあ今度は、E5 ハヤブサとエルダトップリフタービークル合体していきましょう。はい、これで E6 コマチトレーラーフォームと E5 ハヤブサトップリフターフォームの完成です。あっという間に完成です。ね、やっぱ分かりやすいっていいよね。簡単で分かりやすい。さらにかっこいいってほんといいよね。そんな感じでね、2袋目から登場してくれたのは、シンカリオン E6 コマチトップリフターフォームでした。さあ、あっという間ですね。3袋目。これがダブらなければ一撃フルコンプ。さあ、どうでしょうか。緊張するね。CBI2345。よし！第1弾フルコンプっていうことで、ラスト CBI2345。何が入っているんでしょうか。開封していきましょう。はい、ということで3袋目から登場してくれたのは、シンカリオン E7 輝きドリルフォーム。なんか E7 だけで、ね、袋の厚みが全然違ったんだよね。それだけね、パーツの方が大きいのかなといったところなんですが、シールの枚数の方がこれ一番少なかったです。33枚。一番難易度は低めかな。難しい箇所もね、たくさんあったんだけど、そんな感じで遊び方です。パーツの組み合わせは同じだね。上半身下半身を合体させるだけ。これで、E7 輝きシンカリオンモードの完成です。
あ、今気がついたんだけど、多分この新幹線の顔の部分、ハッピーセットプラレールとサイズ感同じじゃないかな。うん。まあ、でね、可動箇所の確認いきましょう。まあ、これはね、また共通になってくるんだけど、頭の部分だね。頭の部分と肩の部分。このね、腕2箇所だから全3箇所だね。ここを稼働させることができます。動かすことができます。まあ、ハッピーセットだしね。まあ、それなりにデフォルメされてるんだけど、迫力はあるんだよね。うん。まあ、そんな感じでビークル合体していきましょう。エルダドリルとのね、ビークル合体になってきます。まあ、合体方法はね、他のシンカリオンと同じように、パーツの方をはめ込むだけです。超簡単。っていうかね、E7 だけ袋の厚みがあったのはきっとこのツインクッサクドリル、これの大きさがあるからだと思うんだけどさ、もう全然ね、袋の厚みが違いました。これはね、触らずとも見ただけで中身の予測ができると思ういや、かっこいいね。あ、E7 はこれフル装備でビークル合体できてる感じかな。あ、違う、掘削バンパーだけないのか。あ、そっかそっか。それ以外はね、ほぼ揃ってるんだけど。まあ、そんな感じでね、せっかくだから E7 輝きドリルフォームも他のね、シンカリオンとビークル合体ちょっとチェンジしていきましょう。まあ、基本的にね、現状アニメの方ではデフォルメのビークル合体以外登場していないんだけど、まあ、それができるっていうのもね、これ魅力的なんだよね。まあ、本ちゃんのね、ビークル合体っていうか、もうシンカリオンのおもちゃで遊ぶ前になんとなくこう仕組みが理解できるって考えると、チェンジ・ザ・ワールドシリーズのおもちゃに手を出す前の前段階としてね、ハッピーセットシンカリオンすごくいいんじゃないでしょうか。シールに関してはね、こっちの方が難易度高めですが、遊びっていう意味ではね、すごくいいと思います。まあ、組み合わせもね、まあ、こんな感じに自由に変えることができます。はい、そんな感じで3袋目から登場してくれたのは、ラストでしたね。ラスト3袋目から登場してくれたのは、シンカリオン E7 輝きドリルフォームでした。はい、そんな感じでね、なんとか無事にハッピーセットシンカリオンチェンジザワールド第1弾、無事全3種コンプリートすることができました。イエイ。やっぱシンカリオン小さくてもかっこいいものはかっこいいね。かっこよさ変わらずでした。そしてね、遊び方の方もすごくわかりやすい。うん。ただね、問題はシールだけだね。こればっかりはね、すごく大変だと思います。お店でね、ポテトなんか触った手で貼り付けた日にはもうあっという間にね、シール剥がれてくると思うので、絶対にね、お家に帰って手を洗ってピンセットで貼り付けることをおすすめします。じゃないとね、長く遊ぶって思った時にあっという間にシール剥がれたら最悪じゃん。うん。まあ、だからね、ほんと、お家で貼ることをお勧めしたいと思います。で、改めまして、期間の方の確認です。まあ、始まったばかりですが、ハッピーセットシンカリオンチェンジザワールド第1弾の方が、昨日からだね、この動画を公開しているのがきっと18日になってると思うので、昨日からです。5月17日金曜日から、5月23日木曜日まで。そして第2弾が5月24日。金曜日から5月30日の木曜日まで。で、第3弾が5月31日金曜日からということで、まあ、期間の方もね、だいぶあります。ただ、各3種類ずつとはいえ、第3弾までね、引っ張っちゃうと6分の1の確率で欲しいシンカリオンを当てなくちゃいけなくなってくると思うので、まあ、欲しいシンカリオンがある場合は、もしくはコンプリートを目指す場合は、第1弾なら第1弾のうちに、第2弾なら第2弾のうちに、ゲットすることをお勧めします。でね、まあさっき開封時にも説明しましたが、エルダビークルだね、ビークル合体。第1弾のこのエルダビークルと、第2弾のシンカリオンもビークル合体することができるそうです。うん。そこら辺もね、楽しみにしつつ、第2弾のね、レビューの方ももちろんやっていこうと思っているので、よかったらチャンネル登録をして、動画の方を待っていただければと思います。あとそうだね、今日明日、週末限定のね、プレゼント、こういったものもあるみたいなので、ぜひね、皆さんもゲットしてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイキーン。